はい、こんにちは、稲葉です。はい、これ、ギブジですね。で、これって今はもうほとんどオワコンです。今はクラウドにアップロードの時代ですが、でも20年ぐらい前はよく作ってました。学校のいろんな活動の場面を動画に撮って編集して、ギブジに焼いて子供たちにプレゼント。そういうのをよくやってました。やっぱり耳が聞こえない子供たちですね。手話は動きます。で、他にも動きのある場面を見るのがとても大事です。ということで、もう毎週毎週土曜日、日曜日はそういうことに時間を作ってみた。で、これですね、もうほとんど今は触りません。これ、10年ぶりぐらいに触ってみました。で、ちょっと試しに入れてみたんです。パソコンのドライブに。別に見る目的もなかったんですけどね。試しに入れてみたら、あれ？あれが出ました。これ。クリップジャンプ。で、あ、もしかしたら、この GVG ですね。MP4 に変えられるんじゃないかって思ってやってみたら、簡単にできました。はい。それをお伝えしたいと思います。はい。はい。では、ご覧ください。はい、ここに入れてみました。このパソコンに GVG 入れるのは初めてかもしれません。で、ここですね。はい。ここがちょっと試しに開いてみたら、はい。ビデオデータありますね。ここ。紫が見えました。クリップチャンプですね。もしかして、あ、クリップチャンプにつながります。で、何をするのかな、思ってた。これ、インポート。インポート言ってます。はい。インポートが終了って、ほ、出ました。ちょっとびっくりしたんですけど、クリップチャンプでできるとは思わなかったので。これが出たらもう簡単ですね。ここではもう編集は言ってません。エクスポート言ってみました。高画質で。はい。お。すぐ終わりめいた。はい。ここで OK。うん。ほう、ダウンロード開始です。これはアップロードいったらいいですね。はあ、今頃こういうことに気づいたんですけどもね。第一、これ長い間触ってなかったです。ちょっと試しに入れてみただけで思いました。じゃあ使いますね。ちょっとこれ内容は手話でってね、手話を教えてる関係で昔作ったものを見てみたいというのがあったので、はい。これをワンドライブにアップロードして見てみることにします。はい。ぜひお試しください。はい。では、これで終わります。お疲れ様でした。はい。では、また。